私このお仕事を始めたきっかけが、あの Perfume さんなんですけど、 Perfume さんに会いたいから今の事務所のオーディションを受けたんですけど、初めてお会いした時に、あー、かやちゃんだって言ってもらえて心臓飛び出るかと思いました。すごい嬉しかったです。そしてミッチーの忘れられない出会いは、憧れの先輩が僕山田涼介くんなんですけど、山田くんのドラマを見て、あ、事務所に履歴書を送ろうと思ったので、今こうしてあのなんて言うでしょう、デビューして思いを伝えれたのがすごい嬉しいです。山田さんは思いを伝えた時はどんな反応をされたんですか？すごい喜んでくださって、あのこれからもずっと僕の憧れですね。